正面玄関運転室パクシュ原子力発電所は、ハンガリーのトルナ県パクシュ市から 5km の位置に存在する原子力発電所。ハンガリーで初めての、そして唯一の原子力発電所となっている。4基の原子炉によって、国内発電量の53.6%が生産されている。VVER はソ連で設計された加圧水型原子炉であり、 シ種原子力発電所では VVER-440 と呼ばれる炉型の原子炉が導入された。VVER-440 の V213 という形式はソビエトの設計では初めて安全要素が取り入れられたものである。この形式では緊急炉心冷却系や補助給水系が加えられ、自己極地化システムが改良された。 それぞれの原子炉は42トンの低濃縮に酸化ウラン燃料を創化し燃料の平均燃焼期間は3年間である燃焼を終えた燃料棒は隣接する冷却地で最終処分が行われるまで施設内で5年間保存される発電所の株式はほぼ100%国有企業の MVM グループが保有しており地方自治体がいくらかの株式を保持しているものの 発言権はほぼすべてハンガリー政府が握っている。政府は MVM の部分的民営化を計画しているが、セキュリティ上の配慮から、パクシュ原子力発電所の株式は国が保持すると発言している。ジャルノビエツ原子力発電所計画の後、ポーランドからの新型路購入が検討されたが、開発の遅れからこの計画は放棄された。建設された4機の 元々の寿命は30年とされていたが、この期限は2012年に過ぎることとなった。ハンガリーは国産エネルギー資源に乏しく、この発電所に大きく依存していたため発電所の20年の寿命延長を行うこととなった。2000年、白種原子力発電所は発電所が今後20年の運用を維持できると結論付けた実現可能性調査を認定し、この調査は2005年にも、 同様の結論で更新された。2005年11月、ハンガリーの議会は超党派の圧倒的多数で寿命の延長を支援する決議を通過した。実現可能性調査は、非交換可能な部分は追加20年運用を行うための条件を満たしており、少数の交換可能な部分は交換や回収が必要であると結論付けた。発電会社は、 寿命延長に対する世論調査の報告を行い、賛成が七十パーセント。二千十一年三月の福島第一原子力発電所事故の後、ハンガリー政府は安全性評価のためにストレステストを行うとしたが、寿命延長。二千六年に最適化と近代化及び燃料の改良によって四号機の電気出力を五百メガワットまで安全に増加させることが可能となり、 2007年には1号機でも改良が行われた。残りの2台も順次改良され、2009年には発電所全体で2000ムーを発電できるようになった。2009年3月30日、ハンガリー国会は投票によって330票のうち反対6、危険中の圧倒的多数の賛成を得て、新原子炉の準備作業を行うことになった。2010年2月26日、 国有企業 MVM グループは2兆ホリントで開発を開始することを決定した。2011年1月17日国家開発大臣のフェッレギタマーシュはモスクワでロスアトムのセルゲイ・キリエンコとロシアの副財務大臣ドミトリー・パンキンとパクシュ原発の拡張について話した。2012年6月18日ハンガリー政府はパクシュ原発の拡張を 国家経済の優先計画と位置づけ、この状況の中で実際の建設手順を準備するために原子力政府委員会を設立した。委員会は総理大臣であるオルバーン・ビクトルが引き、経済大臣のジェルジュ・マティルシエシー、開発大臣の l s z l n n e m i の2人が委員となっている。MVM グループの最新計画によれば入札は2012年中に行われ、 建設は2017年から開始、2023年には完成する予定である。2003年4月10日、2号機で INES でレベル3の事故が発生した。事故は原子炉建屋に隣接して位置する燃料冷却地の隣の洗浄層の水面の10メートル下にある燃料防洗浄システムで発生した。原子炉は3月28日に毎年行われる。 燃料追加とメンテナンス期間のために停止し燃料要素が移動中であった。問題の洗浄システムは事故以前に蒸気発生期からの腐食生成生物の自鉄工が燃料要素に堆積して冷却剤の流れに影響を与える問題が生じていたため制御棒や燃料要素からコリと腐食を取り除くために導入された。事故当日部分的に使用された。 燃料要素のうち30の6セットがタンクで洗浄中であり、洗浄処理そのものは16時に完了していた。21時50分、洗浄システム上に取り付けられた放射能アラームがクリプトン85の量の急激な増加を検知した。原因は燃料防集合体の1本から漏れ出していると疑われた。22時30分、 建屋と換気煙突の放射線濃度が高まったために、原子炉建屋からの避難が始まった。翌日の2時15分、洗浄容器外の油圧ロックが開放されたため、使用済み燃料池や洗浄機のプールの周りで洗料が急激に上昇し、短期間で7センチメートルほど水位が低下した。池から採取された水のサンプルからは、燃料棒の破損に由来するおだくが見られた。 戦場装置の蓋は4時20分にケーブルで巻き上げられる予定であったが、取り付けられた3つのケーブルのうち1本が破損しており、これは最終的に4月16日まで動かすことができなかった。事故は当初 INES で2の異常事象とされたが、蓋を成功裏にどけた後の燃料要素損傷のビデオ審査によって、レベル3の重大な異常事象に引き上げられた。 この映像によって30の燃料要素の大多数の被膜が破損しており、放射性の使用済みウラン燃料ペレットが燃料体から洗浄タンクの底に放落していることが明らかにされた。放射性物質の一部の漏れ出しによって、中性子原則水のタンクの中のペレットと同様に、少量の燃料ペレットが蓄積して臨界事故が起こり得た可能性があった。 1> 水 1kg あたり放酸 16g の濃度に上がるまで中性子吸収剤である放酸を含む水がタンクに加えられた。放射性の要素131を除くのを助けるためにアンモニアとヒドラジンも加えられた。ハンガリー原子力エネルギー機関による調査では事故の原因は短命の原子核の崩壊熱によるもので燃料要素の冷却が不十分であったことにあると 結論付けられた。冷却は浸水型のポンプによる水循環で維持されていたが、冷却は不十分で、周りでの水蒸気の発生により、水蒸気の冷却により多くの冷却能が利用されたことを通していくつかの燃料の被膜の破損につながったとされる。調査はいくつかのダメージはおそらく蓋が外れたことで、システムに冷却水が急激に流れ込んで爆発的に、 蒸気を生産したことが被膜への熱衝撃の原因となって起きたのではないかとしている。特筆すべきは、ハンガリー原子力機関が、フランスのフラマトム社の技術と知識に過大な信用を置いていることであった。同機関は、会社から提供された文書の調査を十分にしておらず、フラマトム社の洗浄装置の設計、生産、運用に関する、 致命的な設計ミスを見落としていた煙突を通しての放射性ガスの放出は事故後の数日間続き、ハンガリー原子力エネルギー機関は発電所の隣接地の放射線レベルは通常の10%以内の変化にとどまっていると判断した。しかしながら原子炉は最終的に2004年の9月に商業運転を再開するまで運用していなかった。 2009年5月4日の停電の間に、自己出力系中性子検出器を保持するワイヤーが破損し、水中に落下した。この事象は INES でレベル2とされた。全職員は安全に避難を終え、誰も1日の許容放射線量以上には晒されることはなかった。ありがとうございます。